こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッターを始めていきましょう。で行って、しっかり勝っていきましょう。みんな本当に強くなったな。円が本当に増えてきました。戦っていきたいと思います。3人とも前強いからな。浅草ライジスタジアム敵地での準決勝戦です。そういう意味では不利な立場ですね。なぜ中立落ちでやらんのか。来年弾みをつけたいところです。予算も増えますからね。ああ、いけません。いきなりペナルティキックを与えてしまった。やばいわ。ああ、先制点を入れられてしまった。決勝点とはならなければいいんですが。踏み切ってましたが、取れませんでした。ペナルティーエリア気をつけないと。いいですね。ちょっと足りない。いけません。これはパンチング。ノーホイッスル。マドカすごい。さあゴール前。ちょっと気が悪かったな。このにはマークがついております。クロスの仕事がありますからね。こちらボールすごい。明らかにちょっと不利ですね。これで抜ける技はあるんですけど、こちらボールすごいです。お、セントリング届くか。あと1点ピンチ。
前半終了です。さあ疲れは中盤ですね。中盤の選手を交代です。交代します。何にしましょう。本当にダメなのか最近。もうヒラリーですね。もう一人はちょっと考えましょう。クリニがちょっと疲れてきてるし、いいところがない。同点ペアリーか投げする。もう一回かなり疲れている。逆サイド飛球が健在です。お、こちらボールをすごいんじゃないですか。さあここで選手交代です。これで交代枠を使い切ったかな。オフェンスは2人とも疲れております。緑がこんな後ろにいるんだ。あーっと今回横取りからここからと思ったんですが、取ることはできませんでした。時間は刻々と過ぎていきます。残り15分。諦めたくない。逆にピンチを招いてしまいます。まだピンチ。悪化、これは危ない。さあ10分切りましたね。もうピンチを逆に招いてしまっています。さあどうだ。クライス、その前にオフサイドです。進んでしまってます。1分しかない。あー終わってしまった。準決勝で敗退ですね。これが結果的決勝点となってしまいます。支配率は上回ってますが、完敗ですね。シュート数が3ついただきました。さあ残念、筑波玉は敗れてしまいました。筑波玉はリバーセン大阪と戦います。1500万。優勝しなくても賞金はもらえるんですか。じゃあ三人投票、優勝しなくても決勝戦乗れなくてもいいんですね。
2週、今週3週です。また説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスを記載してます。よろしければこちらを見ていただいて、ツイッターフォローもお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画です。